ないよ。車むずいね。抱えちゃってるって。ういありがとう。うわ何待って、やっちゃった。うわ、終わった。ちょっとタオル持ってくる、うん、はタオルタオルんタオルまだ絶対ひっくり返したじゃん。絶対ひっくり返しただろ、あれ。やったぞ、あれ、間違いなく。やったか。ああ、やったね。あの、ビャーはやった時のビャーだ。ビャーやったな。人生で初めてマウスパッドにお茶こぼした。初めて、すげえな。何回もこぼしたことあるぞ。マジ？うん。わはは、クシェンさんって結構さ、高さがあるタンブラー使ってるじゃん。うん、絶対ひっくり返すんだよね、ああいうの高いの使うと。800ミリ、まあ、あれ、しかもね、こぼした時にマジで大惨事になる。バーンっていくよね、あれ。本当に終わり。え、そういう時どうすんの？どうするって諦めるしかない。なんでどうするって。いや、でもね、マジで。でも今あれだよ、うん、ジョッキだよ。あ、ジョッキなんだ。サーモスのジョッキがあった。どんくらい入んの？1リットル。うわでっか。今ね、私の机こうなってる。あ、もうどけたんだけど。サーバーに貼っとくね。思いっきりいったね、これ。芸術みたいな。すごいよね。でもね、キーボードにもマウスにもかかってないんだよね。それはすごい。え、どっか行っちゃった？やばすぎだろ。いや、これこういうデザインみたいになってる。そうそう、こういうデザイン。そういうデザイン、アーチザンにあるやん、こういう。ある。配信でも見せてやるか。なんか、うん、炭みたいな。いやー、タンブラーにしたんだよ、最近。なんか、うんうん、いいなって思って。そう、洒落てみたくて。まあ、結果大変なことになってしまいましたと。初めてやったわ、これは。いや、マウス側に置いてんのが悪いんだよ。いや、あのね、うん、左に置いてんだけどね、マウスじゃない方に。でも、お茶汲んでちょっと一旦置いたら、そのままポコーンっていったね。普段は。そう。え、河川さんは何、もう諦めて拭いてぶちまけた時、うん、マウスパッド、うん、マウスパッド買い替えた。これ買い替えだよな、やっぱ。マウスパッドすごいスピードで変えてるよ、俺、マジで。どのくらい？月1。そんな。なんで月1ぐらい変えてるけど。なんで、なんで、なんで。汚れたりするし。そういうもんなの、マウスパッドって。まあ2ヶ月ぐらいじゃないかな。でも長くて2ヶ月2ヶ月ぐらいで使用感変わっちゃうからな。変わるの？今のやつ長いかも。でも2年ぐらい使ってる。すごい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 って言うけど、これ機材だから、あの、逆に言えばここしかお金使うとこない。まあ、確かにそう言われてみればそうか。そんな2000円3000円月1で買えて、そんな。でも、もう使えるからなって思ってずっと使っちゃう。1年使ってるは俺結構やばいと思う。マジね、ハゲハゲじゃん。1年は確かにすごい。全然そんな使ってるの。いや、意外とね。いや、マウスパッドってさ、急激にうわっなんか終わったみたいにならないから気づいてないけど、うん、新品に変えると、あ、なんかおかしくなってたわ、表面みたいな。え、全然わかんないんだけど。全然ほら、わかんない。止まらないみたいな。気分だけだよ、気分。うん、あ、なんかいい。気分じゃねえ。なるなるなる。綺麗になったな。そう、シミなくなったわ、みたいになる。汚れ消えたわ。なる。まあまあまあ、でも、なんだろう、俺、防音室湿気すごいから。わかる、すごい。寿命短いかも。湿気でね、短くなる。防音室の湿気。除湿器。配
信してる時も？配信してる時はクーラーが除湿機みたいになってる。なんかもうめちゃめちゃ温度比較してる、温度比較するとなんか湿度下がるから。寒くないでもそれ。俺暑いし。そっか。それ悩んでんだよな。騒いでる。俺その分。俺の熱でなんとかしてる。あでも俺照明とかあるからさ。パソコン照明でモニター3枚だから。3枚やるんだ。まあ、でも部屋20度とかだよ。いや冬でもクーラーかも。うずっとクーラーだよ。冬でもクーラーだよね。あ暑いもんだって。ずっと除湿してる。いや今湿度 75% だよ。それはやばい。やばい。それはやばい。え、てか逆にそれはマウス。おい。マウスパッドを。つけろって。いやつけてんだって。つけてこれなんだって。クーラー何度に設定してるクーラー。じゃ今27から26にした。でも寒いんだもん。ダメダメ25にしてください。寒いんだって。25か24じゃないと湿度が50切りません。どうじゃあなんか。でもこれ 75% 以上測れないからもっとあると思う多分。あのマジでパソコン壊れるよそのあれは。マジでじゃあガチガチでやばいです。25にする。本当確かにほぼ水に入ってるって。ガチでやばいです。本当に本当にやばいです。苦しい。苦しいよ。なんかさもうだって75超えたらさ張り付くじゃん、うん、肌にみたいな湿気が。ここまではない。慣れちまっておかしくなっちまってんな。でも確かになんかマウスパッドはちょっと湿っぽいよね。あのね、加えてください。除湿機、除湿機ちっちゃいやつ。あ、でっかいのあるよ。でっかいのかけたらうわーいうやつか。そう、もう言うから、あの配信中はできないやつ。ちょっとつけるか。ジョイスキー、うん、ちょっとつけてよ。75はマジでやばい。なんか私も川辺に住んでた時、そんくらいだったな。うん、なんで川に住んでんだよ。川辺お金なさすぎたのかと思った。いや、川辺に住んでた時。風呂入るのだるいから川に住んでた。違うわ。川辺に住んでる時はなんかそんくらいやばかった。かでもカビが怖くなって、もう本当に。本当にキノコ入るからね。75は。今んとこ平気。すごいな。いや寒いの我慢した方がいいよ。体に悪くない。お腹冷えちゃう。お腹冷え。トイレ行ってきますってなる。着込むしかねえって。着込む。なんか、いやすごいな。でもそれは確かに体の中にカビ生える方がよっぽど健康にあるよ。マジで75マジでパソコンがやられる。死にます。マイクとかも全部死ぬ。電子機器が全て死ぬね。マイクとかも全部死ぬ。でも死んでないしな。頑張れよマジか。逆切れに近いぞそれも。頑